ファイナルファンタジーシリーズファブラノバクリスタリスファイナルファンタジー13ライトニングリターンズファイナルファンタジー13ライトニングリターンズファイナルファンタジー13はスクウェアエニックスから2013年11月21日に発売されたコンピュータゲームプレイステーション3と Xbox 360のマルチプラットフォームとして発売され後に PC 版が追加された ファイナルファンタジー13とファイナルファンタジー13-2の続編であり、FF13 から続くライトニングサーガの最終章となる。ファブラノバ・クリスタリス・ファイナルファンタジーを通して、コンセプトの温故知新が行われ、特にバトルシステムと音楽は高く評価された。本作のタイトルがファイナルファンタジー13-3ではないのは、 新しいゲーム体験ができるということを分かりやすく表明するため、ライトニングの物語が完結することを強調するため、としている。本作の舞台となる世界、ノースパルトスは、前作、FF13 からにラストの混沌の侵食が起きてから、数百年後のグランパルスであり、混沌の影響で、人々は年を取らず、老水死も起こさなくなっている。また、 世界そのものの終末が間近に迫っている。ライトニングの目的は人々を救うことであるものの、世界の終末は回避できず、人々の悩みや不安を取り除くことにより魂を安らかにさせ、新しく作られる次の世界、地球に生まれ変わらせることにより、人々の心を救済することがライトニングの役目となる。また、本作では敵を倒すことによるレベル上げや、 クリスタリウムのような要素はなく、クエストをクリアすることによって、戦闘能力が向上する。さらに、今作も、ダウンロードコンテンツが用意されている。前々作、FF13 が初週150万本、前作、FF13 から2が53.4万本、今作、LR 回回13が28.1万本だった。ライトニングサーガの、全世界出荷については、 合計1100万本を超えたことが、スクウェア・エニックスから明らかにされた。また、ファミ通で公式後日談小説が発表され、ホープとライトニングのファンに加えて様々なプレイヤーが楽しめる内容となった。さらに、夕張国際ファンタスティック映画祭で、VFX ジャパンアワード2015が発表され、ゲーム映像部門の最優秀賞に選出された。イーストア1000倍で、 PS3 版特別、ピクチャーレーベルゲームソフト3種セットと各種特典付き、ライトニングファイナルファンタジー13、ライトニングアルティメットボックスマイナスが本編と同日発売された。PC 版はスティームから配信開始された。本作の開始時には e g モードとノーマルモード、モードの選択によって、 バトルから逃走した際の時間経過ペナルティの有無や通常移動時における体力回復の有無、敵の強さ、GP の消費量などに違いがあり、クリアするとハードモードが追加される。本作では前作までのオプティマチェンジとパラダイムシフトに変わるもので、ウェアが採用されている。本作のバトルはライトニングのみを操作するため、様々なタイプのウェアを素早く切り替えることで敵の 攻撃や弱点などに対処することとなる。なお、ウェアは全部で80種類以上存在し、切り替えることで、バトル時におけるグラフィックなども実際に変化する。また、戦闘能力とは無関係であるものの、ウェアは好みのカラーに変更可能で、さらにデコレーションにより装飾することもできる。GP を消費することで様々な GP アビリティを使用できる。 バトル内での GP アビリティには体力を回復できる、ケアルガや特技技のオーバークロック、バトルから逃走できるエスケープなどがある。一方、通常移動時の GP アビリティには特定の場所へ瞬時に移動できる、テレポや時の流れを少しだけ止めることができる、黒のスタシスなどがある。なお、GP はバトルで勝利したりクエストをクリアすること、あるいは1日が終わって、 箱船に帰還することで回復可能である。本作では各大陸におけるメインクエストの他にサイドクエストや祈りのキャンバスの依頼を解いていくこととなる。クエストをクリアすることにより人々の魂を解放することが可能で、これにより戦闘能力の向上や世界の余命とも深く関わってくる。なお、サイドクエストの中には時間制限があるものや、 時間帯によって受けられないもの、あるクエストをクリアすると受けられないものなどもある。モンスターを、ある一定数倒すことで最後の一体となる、ラストワンが出現する。ラストワンは、通常のモンスターより強く、倒すと特別なアイテムを獲得することもできる。また、ラストワンを倒すことでそのモンスターは、絶滅となり、以降の通常を移動時に出現しなくなる。 本作では週末が迫っており、プレイヤーは限られた時間の中で目的を果たしていくこととなる。なお、世界の余命は人々の魂を解放することで生じる輝き力により、箱舟に帰還した際に増やすことが可能である。一方、世界の時も常に変化しており、時間帯によって行動範囲やクエストの発生、出現モンスターなどが異なる。 世界の余命が尽きてしまった場合や本作をクリアした場合に、ライトニングの戦闘能力やウェア、武器、防具などの装具品、アイテム、バトルスコアなどを引き継いで周回プレイをすることが可能である。最終ボスとの戦闘からエスケープした場合にも、エクセリオ大聖堂に食材のクリスタルが出現して、そこから周回プレイをすることが可能となる。また、クリア後には、 ハードモードの解禁や武器、防具の改造などが可能となる。FF13 シリーズの完結編となる本作では、FFXE や FFXE-2 のキャラクターが数多く登場する。混沌の海に浮かび、滅びへと向かう本作の世界。文化背景の異なる4つの大陸から構成され、各大陸はモノレールにより接続されている。ライトニングは4つの大陸を移動しながら、 解放者としての役目を果たしていく。第一の大陸、ルクセリオ第一の大陸にある、コートルクセリオ和紙、ブーニベルゼをあがめる宗教都市で、ゴシックやメタリックを基調としながら、街にはアートなどが散りばめられている。また、暗黒街というスラムのような街も存在する。闇の集団が解放者を狙っている。第二の大陸、デッドデューン砂漠に覆われた第二の大陸、 デッドデューン。この地域では財宝を狙ってトレジャーハンターが活動している。また、この地にある遺跡には消防が眠ると言われている。第三の大陸、ユスナーン第三の大陸にある強楽の都市、ユスナーンは週末へ向かう世界の中でも活気と華やかさのある街である。物資が供給され人々は何、不自由なく暮らす一方で貧富の差も生まれている。 スノーが大使を務める。第四の大陸、ウィルダネスかつてのグランパルスの名残で広大な最後の自然に覆われている第四の大陸、ウィルダネス。この地域の人々は自給自足の生活を営んでいるが、豊かな大自然とは裏腹に混沌の動きも活発である。また、この地ではバルハラの天使が世界の終焉と共に現れ、選ばれし、 物を混沌のいずるところへ導くと言われている。箱舟は時間が経過しない特殊な空間。毎朝6時になると1日が終わって、箱舟に自動で帰還することとなり、そこではホープが迎えてくれる。帰還した際には体力や GP が完全回復し、聖受ゆグドラッシルに輝き力を捧げることで世界の余命を増やすことができる。また、ホープとの物語に関する。 様々な会話や GP を消費してアイテムを補給することもできる。2012年9月1日に東京の渋谷で行われたファイナルファンタジー展においてディレクターの鳥山求からタイトルが正式発表された。本作品のコンセプトワードとして以下の2つが提示された。ありがとうございます。